お兄ちゃんのメイドになって3日目、今日も張り切ってメイド頑張ってます。お兄ちゃんって言っても、子供の頃近所に住んでいた幼なじみで、ちょっとアレな人だけど、私の憧れのお兄ちゃんなの。疲れて仕事から帰ってくると、部屋には人類の全ての男の憧れのメイドが俺を待っている。しかも巨乳と来たら我が生涯に悔いなし。ただいま。お帰りなさい。お兄ちゃん、ご飯にします？お風呂にします？それともまずはこのボインボインな胸かな。お兄ちゃん、どっちにするの？お兄ちゃんったら、エッチで変なことにだけは頭が回るんだから、本当は頭がいいのかな。メイドにはバイブ、バイブにはメイド。どれだけ濡れているのか、そのまま足を広げてご主人様に見せるんだ。明日は一日中それだけでいるんだ。いいな、下着もなしだ。わかりました、ご主人様。松戸さん、宅配便の天国便です。はい、今行きます。どうしよう。あの荷物は。あ、これです。ここにハンコかサインを。あ、お兄ちゃんから。あ、ご苦労様でした。今晩公園に散歩に行くから、これをつけて待っているように。なぎさのやつ、ちゃんと履いているんだろうな。もし履いていなかったら、大丈夫大丈夫、ご主人様の命令にはメイドは絶対のはず。ただいま。お帰りなさい、ご主人様。
おっといけない、散歩なんだからこれをつけないとな。よしさあ行こうか。冷たくて美味しいから一気に。でもお腹が。俺ご主人様、お前メイド、オッケー？はい、わかりましたご主人様。コートを脱いで俺にちゃんと見せてよ、渚の綺麗な体を。誰かが通るかも。さあ、王の帰還じゃ。お帰りなさいませご主人様。お散歩に連れて行ってくださいご主人様。もう一度言ってくれ。お散歩に連れて行ってくださいご主人様。くー、ついにここまで来たか。俺はお前が一人前になる日を首を長くして待ち焦がれていたのだ。おねだりは100点だ。だがまだまだ甘い。超一流になるには首輪だけじゃ未完成だ。世界の壁は厚いぞ渚。ちゃんと俺が体中縛ってやるぜ。はい、お願いします。おい渚、ちょっと。はい、今行きます。そこに座りなさい。あ、はい。ほら、誕生日のプレゼントだ。感激のあまり床を転げ回った後でありがたく受け取れよ。あの、誕生日は3ヶ月も前なんですけど。しょうがないだろ、いくら俺が偉大とはいえ、いなかった人間にプレゼントは渡せんだろうが。ありがとうお兄ちゃん。実は私も。なんだなんだ。ご主人様、お願いします。ああ、なんだか私もすっかりアレな人になっちゃった。バカみたい。でも気持ちいいし、大好きなお兄ちゃんと一緒だし問題なし。アレでバカって本当に素敵。